歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今回の動画は中古クラブ志田検証でおかしくなった体とスイングの修正でございます。まあ、その辺のお話をしていきながら進めていきたいと思います。まず、まだ中古クラブ志田検証の動画を見てないという方はぜひ安田春夫スペシャルエディションの動画から見ていただければと思います。私がもうどんぐらいかな、10年じゃ効かない、20年、下手したらもっとずっと欲しいなと思っていたアイアンなんですね。安田、まあ正式名称は春尾安田スペシャルエディションなんですけど、ヘッドが三浦技研製なんですね。でずっと欲しかったんですけど、やはり根強い人気があって、で何本400だか420だか、なんかそのぐらいの限定品なんですよ。でずっと欲しいなと思ってたのを入手したので、久しぶりの中古クラブ志田検証をしたんですね。で私大体アイアン持っていくのは、私は偶数が好きなんで偶数持っていくんですけど、468P を持ってったんですよ。まあ、ピッチング8番6番まで、まあ、全然普通に打てて、やっぱ別に変わらないなというふうに自分でも思ってたんですけど、4番アイアンになりました。4番アイアンになったらもう構えた瞬間当たる気がしなかったんですよ。だから他から比べたらちょっとアドレス長かったと思うんです。もう一回見ていただくと、んどうやって振りゃいいんだってなったんですよ。でまあどうやって振りゃいいんだってなっても、もうスイングが体に染みついてるからいつもの調子で打ったんですけど、あんなに当たらなかったのは初めてロジャーキング打った時ぐらいですね。ここ最近だと全部ヒール寄りのトップで、しかもねヒール寄りのトップなんですよ。全部こうなんですよ、こう来てるんですよ。でまあちょっと何を思ったかっていうのは、まあ、6番で150だったので、まあ、4番でそのままいけば6番で150、5番で160、4番で170ってことになるじゃないですか。なのでこれ170ぐらいかと思ったんですけど、構えた瞬間、これ170いく、その前に当たるってなったんですよ。それでまあ、ちょっと何回か素振りで、特に素振りして、んこれ当たんねえぞってなったんですよ。でピッチングも8番も6番ももう全部同じね、ダイナミックゴールド R400 だから、あー重てえな、硬えな、ただの鉄の棒だなと思って打ってたんですけど、6番まではね全然打てたというか触れたんですけど、4番、もうこうやっていかないんですよ。先端がね全部この状態のまんまでこう来るからヒールトップで、それを修正して、まあ、最後当たったんですけど、左肩の下でこうやって打つようなイメージで、やっとヘッドの戻りが体と合ったんですよ。こんなしんどかったっけと思って、昔はロングアイアンの方がどっちかって言ったら好きだったんですよ。ロングアイアンみたいに他の番手も振りたいなみたいに思ってやってたの。要は前傾少ない方が楽だったから、前傾深くなればなるほどちょっときつくなってたから。で今度その次にアップしたブリヂストンの 201CB モーダス 105の S、 もう R400 からそれになったらもうめちゃくちゃ楽だった。軽いし、シャフトの動きもしなりと取る、こうねじり戻りも若干感じられるし、あ楽だぞと、まあ、7番っていうのもありますけどね。でそれの一発目、その安田春のスペシャルエディションのここで打った4番アイアンのイメージが残ってたから、それでやったら大ダフりのこっちの方にも大引っ掛け、
7万円だっていうのに、まあそんなことがあったんですよ。なのでやっぱりね、スチールシャフトのアイアンってちょっと長いクラブだとそうなりやすいんだなっていうのを、久しぶりにねそういうクラブを打って改めて思いました。でそのリセットを兼ねて、まずこの弾道一直線ね、リセット兼ねて、でまだ全部アップしてないんですよ。他にもね、あと1、2、1、2、3か、あと3本志田健司をアップしますんで、こうやってねピュンっていってほしいんですよ。先端がピュンって、これこの感じで、こいつでちょっとねユーティリティじゃなくてこっちに戻そうと思ってて、ツアーステージジュニアのユーティリティと長さは同じなんです。ただバランスが圧倒的にあっちの方が軽いんです。ちゃんと測ってないから分かんないんだけど、ただあんまり軽いと私もうどうしてもねパッていっちゃうんですよね。重さがあった方が逆に待っててポンっていくから、そっちの方がなんか振ってる感じも軽く振れてる感じがするんで、ちょっと曇りで涼しくていいかなと思って撮影始めたら足まで汗かいてますね。全然暑い、ものすごい蒸し暑い。どうしてもねこのリセットだけはしときたかったから、100ヤードの感じで、100ヤード、ちょっと強く前に抜けてる感じがあんましなかったから、これは抜けましたね。上にポコンと上がった。やっぱこんぐらい何もしないね、これだと球低いの打ちに行っちゃってるから、ちょっと本当に横から滑らせる感じ。あー楽、この感じよ、この感じ十分上がってます。ちょっとこう、これじゃ飛んでないな、まあ、当たってないわ。シャフトのもっとだな、もうちょっとこっちでだな。やっぱ飛ばそうとしちゃダメですね。飛ばそうとしちゃダメというか、行かないんだもん本当に。こんなにね鉄の棒だったかと。であれ昨日いろいろ持ってったんですけど、きついのから打ってったんです。きついクラブから、きついクラブで終わる、きついクラブからやってって最後一番軽いので終わりにして、そんなにスイングおかしくならないように、まあ、おかしくなったとしても最後で修正できるように考えてやったんですよ。こういっちゃうんだよな、ほんと。もっと何もしない、ただバーンと。ちょっと昨日ので何もしないじゃなくて何かするになっちゃったから、いや行っちゃってる。あの入りはちょっと上からすぎる、もっと横から。ちょっと手前からダフりながら滑ってくぐらいの、滑っていく感じで、もうちょっと林先生のフォロー。林先生こっち行かないからね。
本当に、まあ、林先生の場合かなりスタンス広くてクローズだからここでおしまいっていう感じがあるんだけど、あんまし橋開くときついから。まあこんな感じで、あでもこれだとちょっと頭効きすぎなのかなその辺の塩梅がちょっと悩みどころ、悩んでるわけじゃないけどどっちがいいかなっていう、明らかにこっちの方が勝手にヘッドがこうポーンっていくんでね、ちょっとあのツアーステージだとなんか自分でちょっとバッと振ってる感じが出てきちゃうから、それが気に食わなくて、もうトーン、自分ではトーンってやってんだけどヘッドが勝手にビューンっていくっていうのを使いやりたくて、トーアンギョク選手のあのポーンっていうポーンっていうパンチショットの感じの気配で、まあ要はこうポーンとアプローチみたいにやりたいんです、全部アプローチみたいにやってんだけどヘッドが勝手にもうこうやっていっちゃうよっていう、自分でここまでやることを考えなくていい、自分ではここまでで勝手にこういくよっていうのでやりたくて、いや違う、力が嫌だ。ああこれ終わった。暑い暑い、なんだこれ、暑くて暑い暑い暑い、はあ、というわけで、まあ中国ラブ志田健翔の裏事情とあのミスショットはこういうことだよというのとね、いやでね、この後アップする志田健翔で1球だけ私の中で世間一般的なフルスイングをねやってみたんですけど、まあ背中が硬くなってますね。今こうやってちょん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 しかやらないからあんまり体硬くなったとかそんな感じなかったんですけど、一般的なフルスイングをしてみたらあの背中硬くてできなかった。まあ、背中肩甲骨周りだろうね。あと、まあ、筋力低下。あ、これ続けて、これもしそっちを続けるんだったらやっぱり、ストレッチなり何らかの筋トレなりやっぱり球打つ練習とかそういうの必要だよねってすごく思いました。 これでやってたらね、全然今みたいなただ調整ちょっとずれてるからもうちょっとこっちでこんな感じでやりたいとかっていう、その辺の調整だけなんですけど、なのでね、皆さんもどっちを選ぶかで、まあどっちを選ぶかって言ったって私のチャンネル見てくれてる人はね、もう今更そんなきついことは無理よっていう人たちが見てくれてるとは思うんですけど、まあでももしねそっちを使ってそっちで頑張っていきたいっていう人はやっぱりもう中高年はストレッチは欠かせないでしょうね。歩ける限りゴルフ、歩ける限りじゃないな、あれは。R400 あんな鉄の棒だと思わなかったな、久しぶりに言ったら。それこそ昔はもっと重いパーシモンでマッスルバックでやった時は X300 とか X400 なんていうわけわかんないのも使ってたから、その後遺症が今もね、たまにちょっと手首に違和感があったり、まあ、腰はもう最近全然大丈夫なんだけど、何かしらありますよね。なのでね、まあ私の場合早くね、これにシフトしてよかったなと昨日の志田健翔でつくづく思いました。はい、というわけで今回の動画は、志田健翔の、あのとんでもないミスショットの解説と私のリセットでございました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。まだまだね、
なんか暑い日が続きますが、皆さんお体に気をつけて、やっぱそこ大事ですから、健康体あってのゴルフですから、お体気をつけて、引き続きゴルフを楽しめるようにぜひご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。ごきげんよう。